というのはこの宿命という言葉の中に、に関連する言葉で、これが右左側のページの、必然の理由に基づくなら諦めがつくという気持ちがある、諦めという言葉があります。これ関連があるんですね、諦めと宿命、宿命だから諦めると。でも本当にそれって自由、自由に生きる、あるいは一生懸命やるということと、その諦めるということは、一生懸命やったけどダメだったから、まあそれは納得するっていうような生き方が本当に、この自由で、一生懸命頑張った生き方になるだろうか。そうじゃないんですね。この、ドラマの中の主人公、小説や劇ですね、と言ってますけど、要するにドラマの中の主人公は最初からこういう宿命があると思って生きてるわけじゃないんですね。見てる人はまあ最後には宿命だったんだと思うかもしれないけれども、その中で活躍している人たちは宿命なんて考えてないです。ただいわば限界に挑戦をして、それは自分がしたいことを実現するために限界ですね、これは限界というふうな言葉もありますけれども、限界を乗り越えよう、それに負けないようにしよう、できる限り負けないようにしようと頑張って、宿命というのは、実は外側から見た後から言えることなんです。小説や劇の中のドラマの中の人たちは宿命だからと思って諦めたりしてないです。これね、諦めることと宿命というのが、書いてありますけれども、でもその一番下の右左側の一番下のまた皆さんはというところからちょっと話の調子が違ってきますね。それ以前のところは、最初に自由というか、まあ、自分が成功したい、うまくいくようになりたい、これちょっと自由とは本当は違うんですけれども、なんかこういうその自由に関連するような生き方、そしてそれがうまくいかなくなると、失敗して、でいろいろ責任を他のところに求めて諦める、納得するというふうな生き方、これが対比的に書いてあります。ところがこのまたという左側の一番下からはね、ちょっと調子が違ってきます。似てるんだけど違う、同じようなことを言ってるんだけど違う、そこが大事なとこです。そこのところで大きくこの著者の評価が変わってきます。この自由や宿命に対する評価が変わってきます。このまたの前のところは、宿命っていうのはね、マイナスイメージです。それは諦める原因だし、何か他に自分ができないことの理由を見つける、それが宿命だっていうふうな言い方をしています。ところがこれ以降のところはむしろ宿命、つまり限界がある、限界という言葉はその後になって出てきますね。自分で自由に生きる、つまり自分の生きたいこと、やりたいこと、自分の希望というものを一生懸命実現しようとする、実現しようとして、でも限界にぶつかることがある、それでも生き切ったと言えるというのはどういうことかというと、その宿命に負けないということです。限界はあるけど、とにかくそれに挑戦をする、そういうふうにしたときに、たとえそこに限界があっても自由に生きたということが言える、そういうことをこの著者は実は後半で強調しているんですね。それは諦めと違います。皆さんが、一生懸命頑張ったけど、まあ限界もあったというのは、これは諦めです。でも著者が言いたいのは諦めじゃない、限界に向かって自由で、いようとして挑戦をして一生懸命頑張ることで、そういうふうな限界があるからこそ自由をもっと一生懸命頑張ることができるようになる。つまりのれんに腕押しという言葉を知ってますかね。あれ何の抵抗もないからパッと押せてしまうんです。何の効果も得られない、ちゃんと壁があるからそこに力を
当てて押していくことができるわけです。ここでトレーニングすることもできる。のれんに向かってなんかこうトレーニングなんてできませんね。そういうことです。そういうことがこの文章の中に、大事なところで出てくる。ですから皆さんが単に自分はこういうことを一生懸命頑張った、こういうことに挫折したけれどもそこには意味があったんだなんていうことを書いたら、どのぐらいの評価になるかわからないけれども、やはりあんまり、高い評価は得られないだろうと思います。そういういわば誰でも思いつくようなことじゃなくて、自分の人生を見直してください。自分の人生に疑問を突きつけてください。短い時間ですけれども、そういうことを表現してほしいというふうに思います。ちょっと、自分の考え方を言うときのヒントを、述べました。短い時間でしたけれども、これで、1時間目と2時間目の、小論文講座の講義を終わりにいたします。